豚汁郎白猿さんと一緒に楽しいひととき。澤瀉屋のピンチを救うべく、市川團子さんは舞台に立つ。どんな大役でも大丈夫。2012年にスーパー歌舞伎大和たけるで5代目市川團子として初舞台を踏み、2016年から出演している8月納涼歌舞伎では、同世代の市川染五郎と切磋琢磨をし合いながら研鑽を積んできた團子さん。幼い頃から一門の期待を背に芸の練習に励んできたといいます。中車さんが40代で梨園に飛び込んだのは、息子の團子さんに市川猿之助の名跡を継がせたいという夢があるからだと思います。昨年8月に性加害疑惑が報じられた際は、家族に迷惑かけたことを團子さんに心から詫びたそうです。そして、あなたは将来の猿之助になる人間なんだから、身を引き締めて頑張りなさいと伝えたと聞きました。現在澤瀉屋を背負う猿之助さんには後継ぎとなる子供がいないため、團子さんに期待が寄せられています。團子さんも歌舞伎一筋だそうで、与えられた役はどんな役でもやると意気込んでいました。とはいえ、猿之助さんの代役を務めることに相当なプレッシャーを感じているのでしょう。そんな團子さんは2020年1月に書生市川猿翁の当たり芸をまとめた澤瀉屋十首の一つ連獅子を猿之助さんと演じました。上演に先立って行われた合同取材会では、猿之助さんを憧れの方と表現し、お稽古してくださる時の教え方が的確で、難しい感情も理解しやすい表現で教えてくれますと感謝の気持ちを語っていました。ご視聴ありがとうございます。これからも團十郎白猿さん、ボタンさん、しんのすけさんとご一緒にささやかな楽しい時を過ごしたいと願います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。